ギラガガヤブタ、ギラギラガガヤブタ、ヨモガドギラガダスビエオジテク、ザピラダゴミタモルフトニルトニルフトニ。印象を持ったんですけど、ここもね、割とこう抜けがいいっていうかね、広々とした感じがしたんですよね。聞いたらなんか、川口展示場と全く同じ作りですよって言われたのと、まあ、その時の気持ちとか、まあ、光の入り方なんかで、ね、印象も変わってくるんで、すごくなんか、十分いいなと思ったんですよ。隣がアンダーデバイスで、ここのアンデバは珍しくマッハなんですね、一番小さい。マンダデバイス展示場ではあまりないと思うんですけど、小さいっていうことでもないんだな。僕に結構マンダデバイスって長く取ってあるんで、サイズがね、まあ、細長い印象確かにあるんですけど、大きさ的には十分大きいなと思いました。特に四角い屋根が三角じゃなくて四角いんで、空間的にも広く感じますよね。吹き抜けのところとか2階のベランダの前のスペースなんかも、Gログとそんなに遜色ない、 Gログの例のね、あのベランダの前の2階のスペースそんな遜色なくても、大変気分のいい空間だったりしてるんで、アンデバもいいなと思ったりしながら、最後がね、ここ、カントリーログ、カントリーログクールテイストですね。ここ入った瞬間にただいまっていう感じにすごくなる。他の2つもね、ああいいの立ったなって感じ、ここはね、帰ってきたなって感じがすごくする。っていうのも、最初にベスの展示場を行ったのは藤沢なんですけど、その入ってすぐのところにあるカントリーロールフルテイスト、こことまあ大体同じだと思いますけどね、作りも、そこ入った時に、あ、これだと思った、その感じがやっぱり今日は玄関のくぐった時もあったんで、やっぱりこれかっこいいなと思ってね、ぜひこの家を建てたいなと思うんですけど